お疲れ様でした。長い間、今日ですね、こういう風に、バトルということで大会を開きましたけども、今日はこの神が来ましたけど、まあ小池も言ったように各々やりたいスタイルというのがあって、まあ、僕もボールスピンということを主にやってるわけですけども、まあ大会でこういう一番決めるというのは本当に大事なことなんですけど、フリースタイルやってる人たちには自分の やりたいこと見せたいことっていうのを本当に大事にして、これからもやっていってほしいと思います。で、見に来ていただいた方たちにはこういう、フリースタイルバスケットボールだけじゃなくて、アレクがやったフットボールでダンスもありましたけども、こういうアンダーグラウンドのものがもっともっと皆さんの目に触れるように、こういう努力僕らもしていきたいと思いますので、またこういう大会開きましたらまた見に来てください。ありがとうございました。今日は来てくれてありがとうございました。フリースタイルバスケットボールを初めて見る人もこの中にはいると思うんですけど、最近テレビでも、さっき優勝した神風くんが、あとここには来てないんですけどタムくんっていうもう一人すごいフリースタイラーがいるんですけど、いろんなこういうメディアとかみんなの目に当たる場所にもフリースタイルが広まってきてすごい嬉しいなと思います。僕はこの大会の協賛接骨院マンセブとしてちょっと手助けをしてるんですけれども、これからもシロ君を中心としたこの MSDK に協力できたらなと思います。またこういう大会が来年もあると思いますので、皆さんもその時もぜひ楽しんで来てください。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。出演者いいこと言おうじゃないか。出演者の皆さんも見に来てくれたオーディエンスの皆さんもお疲れ様でした。まあ僕ジャッジの中で僕だけまあダンサーなんですが、何でしょう。多分そのさっきも言ってたようにこれアンダーグラウンドのストリートカルチャーが発生したものであって。まあ、ダンスの方がきっと歴史が長いと思うんですが、ダンスももともとただの体を音に足で動かしてただけのものから、こう体を使って体と音ともう全てを使って表現をする表現のそのツールだと思ってるんですが、やっぱこうフリースタイルバスケも音を使ってボールを使ってもともとあるバスケットボールっていうものじゃない方法で何かを表現するっていうのは、もう見てる人にも何かやっぱ伝わるものがあると思うし、演じる側も踊る側もフリースタイルをやる側もそれを伝えれると思うんですね。まあ、わかんないですよ、 何を伝えたいのかはその人次第なんですが、まあ、それがこういう形でコンテストみたいなバトルが今日バトルですけど、そういうのが相手に勝ちたいとか、あいつの方がうめえけど俺はここの方が勝ってるよとか、負けた方がまた勝ちたい、すいません負けた人の方がきっと得るものはこういうのって多いんですよ。自分の欠点を見つけられる機会なんで、で勝つ人の方がやっぱ勝ち続けるのは難しいんです。だから今日優勝した神風、違う神君でいい、神風君でね、知ってるけど、そう神風君もまあさっきも言ったけど、2年前のここでやった時は負けてるって言ったし、この前の日本一の時は勝ってるって言ったし、やっぱ負けを知らない人は勝ちを知ることはできないと思うので、そういう意味で僕は今日はいろんないいバトルが見れた日だと思います。なのでまあもしやってない人いたら、バスケットフリースタイルに興味持った人はいればやったらいいと思うし、俺とか今日いたファイヤーってチームの子たちとかのショーを見てダンスやってみたいなと思った人がダンスだったり、そういう風なお互いが繋がっていけたらいいなと思います。ありがとうございました。シロ君が言ってたように今日フリースタイラーによるフリースタイラーのための大会だったんですけども、途中から MC 久保による MC 久保のための大会のようなぐらいの勢いがあったんですけど、そういうところを含めて MC も演者の人もジャッジの人も来てるお客さんもスタッフの人もひっくるめてこの
フリースタイルフットボール側から見てもフリースタイルバスケットボールっていうシーンがカルチャーが、羨ましくもあるぐらいかっこいい熱いものを感じれたので、これから同じボールでフリースタイルするっていう点において刺激をもらいながら、お互いいいもん、いいカルチャーを作っていけたらなと思います。ありがとうございました。フリースタイルに出会って結構僕は10年目なんですけど、その出会った時が本当にとんでもない衝撃で、やっぱりこういうところに登ってる人が本当に眩しくて眩しくて、まあ、今僕はこういう場所にはいるんですけど、なんかそのやっぱこうやってフリースタイルって今こうやって人の場所でやってるんですけど、僕が始めた頃は誰の前でもやることもなかったし、まあ誰も一緒にやる人もいなかったけど、やっぱ MSDK っていうこの高校の仲間が一緒にやってくれて、今こういう場所に立ってるのはやっぱ本当にここに立つといつも考えよくて、でその中で自分のしたいことっていうものがやっぱあって、それがこの大会だったり MSDK だったり、そして今日ブンボックスってやっていうヒロとタケルだったり、どん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 縦と横がつながっていって、僕らはそのジャンルは違えどなぜこうしてつながっていくかっていうと、やっぱり本当にいろんなジャンルを尊敬してるし、すごい刺激を受けてるし、でこういう大会を開くのはやっぱり自分が一番だって常に男っていうのはやっぱ思ってて、それを誰にでもぶつけたくて、そういう大会が開けたらなと思ってやってこれて本当にいいこと止まったっすね。よかったっす。でもなんか本当、今回なかなか難しい中ではありましたが、1月12日というね、新年明けて一発目でこういう大会を開けて、今年1年また本当フリースタイル頑張っていきたいと思うし、本当静岡でやれるっていうのって本当に多分すごいことだと僕は思っているので、まあ、こういうなかなか育たない場所で頑張っていくので、本当に今日皆さんありがとうございました。最後、皆様お待たせいたしました。この私が締めたいと思います。このイベント Back to Peck、 イベント Back to Peck、 よろしいでしょうか。パフォーマーがあって、これは私イベントのたびたびたび毎回言います。あなたたちがいて、そして音があって、私がいて、皆様がいるから成り立つんです。皆様肝に銘じてください。あなたたちがここは、ここにね、いなかったらこのイベント成り立たないんです。よろしいですか。皆様が一つになってできたイベント、この Back to Back、 素晴らしいイベントになりました。皆様ありがとうございました。そして DJ ケースケ、本日の曲ありがとう。 DJ ケースケに拍手。そしてこのスタッフ、ジャッジ、そしてパフォーマー、お客さん、自分自らに拍手。素晴らしいイベント、またお会いしましょう。バイ、サンキュー。はい、拍手。それでは皆様ステージ上がって記念撮影の方を撮りますんで、全員ね、お客様も全員100人乗っても大丈夫なんで、皆様ステージ上に。